アブラガニのゾエアゾエアゾエアは、10脚目の妖精の段階に与えられたのである。胸部の付属詞で遊泳し、プランクトン生活をする。同時期の妖精の名は群によって異なる場合もあるが、まとめてゾエアとすることも考えられている。エビカニ類の多くは卵を覆面に保護し、時期が来ると海中に妖精を放出する。この時に放出される要請がゾエアである。東胸部と腹部からなり、 胸部の三体の付属子を使って泳ぐことができる。この付属子は、生体、頭胸部を覆う背校には鋭い棘状の突起を持つのが普通である。さらに発生が進むと、胸部の不足が発達し、腹部の付属子で遊泳するメガロパになる。なお、同じように、胸部付属子で遊泳する段階にある十脚目の、あるいはそれ以外の甲殻類の妖精のそれに、 相当する段階の要請を含めることして、ゾエアを使う場合もある。地中海緑ガニのゾエアと、メガロパ、例えばカニ類の場合、孵化によって海中に放出される要請は、一つの塊になった東京部と細長く伸びた腹部を持つ。東京部はおおよそ休憩をなし、全体を廃校が覆う。廃校の前端から前方に、背面後方から後ろに、それに左右に1 計四本の先端が鋭く尖ったトゲ状突起を持つ。頭胸部には発達した一体の複眼があり、触角や後期を構成する大顎や小顎などはすべて小さくまとまり、遊泳に預からない。胸部からは二枝型の二体の付属子が長く伸び、これが遊泳に用いられる。他に腹部を強く曲げることで跳躍するように動くこともできる。この時期がゾエアと呼ばれる。カニの場合、 この段階の次には、頭胸部がやや平らになり、ゾヤの遊泳士は、顎足として、小さく収まり、胸部にはハサミを含めて5体の不足が揃う。腹部は、やや細長く、後方に伸び、そこにある付属子で遊泳する。これをメガロパという、ゾヤの体制、MXP1 から3が第1から3が苦脚。一般に、甲角類では、発生が進むにつれて、 大切と付属子が増えてゆくが、この目ではそれに応じて、遊泳に使われる、付属子が後方のそれに移行する。すなわち、ノープリウスでは、触覚が遊泳に使われ、ゾヤでは、胸部付属子が、そしてそれに続くメガロパでは、腹部の付属子を用いて、泳ぐようになる。ゾヤの構造は大きく東京部と腹部に区別される。東京部は廃校に覆われ、ここに、 トゲ状突起を持つ場合が多い。頭部には一体の目があるが、少なくとも、初期のゾヤでは、目柄はない。頭部の付属詞としては、第一触角、第二触角、大顎、第一小額、第二小額があり、それらは小さくまとまっている。それに続く胸部には、第一学足、第二学足、第三学足、それに次いで第一から第五までの胸足があるが、 この時期の初期には、第一、胸足以降は未発達の元気の状態にある。腹部の角節にある晴らも未発達となっている。腹部末端の節は微節で種によって様々な形をなす。一般的には、甲殻類の最初期の妖精は、ノープリウスと考えられている。ゾヤはそれに次ぐ段階である。ただし、十脚目でノープリウスを出すのは、 車エビシタメのもののみである。例えば車エビ科のものは、孵化より6機のノープリウスを経て、プロトゾエアと呼ばれるゾエアに相当する要請となる。それ以外のものは、直接発生など得意な例もあるが、基本的にはすべてゾエアで孵化する。なお、10脚目以外でもほぼ相当する時期を、総称するためにゾエアを使う例もある。ゾエアの体制は10脚類全体でほぼ共通だが、 その形態は群によって様々な違いがある。カニ類では、上記のように、東京部が海上で先端近くから前方に伸びる、トゲ状突起が前向きよりやや下に伸びるものが多い。カニダマシカやアサヒガニ科などでは、前後に伸びるトゲは、体長よりも長く発達する。他方、小エビムのゾヤは、一般的にはより前後に細長く、エビに近い姿をしていて、 額トゲは前に伸びる。クルマエビ下目のものは10脚目中で、最も原始的な群とされる。これに属するクルマエビ科では、ゾエアはプロトゾエアと呼ばれる。これはゾエアではあるが、触覚も大きく発達した姿である。桜エビ科の場合、エラフォカリス妖精と呼ばれ、プロトゾエアに似るが、東京部に長いトゲ状突起を持つ。さらに外見的に大きく異なるのは、 微生微した目のもので、廃校は頭部のみを包んで胸部を覆わず、腹部はごく小さい。胸部から伸びる三体の付属子は、非常に長く、全体に、腹廃方向に強く扁平になっており、まるで雲のような姿をしている。これを、フィロソマ妖精と呼ぶが、これもゾエアに相当するものである。石川編、P266 以下、内田ほか、P1755 個の章は、 千原、村の P1439。千原、村の P1441 岩月、まだら監修 P190 から191。ありがとうございます。